Space Monkeys TV。 はい、Welcome Space Monkeys TV へようこそ。さあ、前回はちょっとね、テンション高すぎたんで、今回はローテンションでいきたいと思います。さあ、モンスト、いきましょうか。今回ですね、これです。イベントクエストにイエティ、これ登場します。いきましょうか。ね、前回やってたね、モンスト第1章ではイエティね、取りました。第2章で取りたいと思います。で、極み1回やったんですけど、ここはね、ワープ、そしてダメージウォールに気をつけようと。これはね、多分ね、きっとあの究極だと多分勝てないんで、極みでいきます。ドリームタック、サテライト、花火のヒミコで早速行ってみましょう。さあ、開始になりました。まあね、極みなんでね、極なんでね、まあ勝てないことはないでしょうね。加速がいたらね、本当にはちゃめちゃなステージになるんですが、ってところで、加速を連れてきたかったけど加速がいなかった。まずは真ん中だな。真ん中狙いですよ。真ん中のキョンシー狙い、よーし、加速、キョンシーを倒せ。よーし、オッケー、いいぞいいぞいいぞ。まあ、このイエティに関しては、前回ね、第1章でやってた、まあ、ガチャゲンだらけのモンストではイエティは結構なね、楽だったんですけどね、まあ運極までには持ち上げられなかったと。で、今回このイエティがいるとね、非常にね、使えるキャラクターになるんでね、連れていきたいと思います。ぜひゲットしたいモンスターですよ、イエティが。1回で出てくれればいいな。さてさて、ここに挟まるかな、と挟まらない、誰にも当たらない。このダメージ量の少なさ、全然食らってないね。さあ、ヒミコ、イエティ強いな、防御力が半端ないね。今回 HP 66,131、ここまで上がりましたよ。最初やってた時は2万とかでしたからね、自分。さあ、ワープは出るかな。まだワープ出ないのか、ここは。まあね、本当によくよく見ればレーザーチームですよ。レーザーガンガンチームですよね、本当に。よしよし。まあ、ドリームタックがね、爆発の起爆剤になって、みんなレーザーぶっ放す系な、そんな感じのパーティーですね。おお、はまるはまる、はまらないで。よし、なかなかいいよ。ただイエティのレーザーも半端ないからね、攻撃力高いし防御力も高い、さすがイエティ。おーおお、はまったはまった。回復エースをちゃんと入れていかないとこれ負けるかもしれないので注意しましょう。ああ、もう一回、さあ行ってみましょうか。今回はですね、ですね、まあ強キャラを連れてきました。アーサーの神化です。さあ行きましょうか。レーザーチームですね。十字レーザープラス追尾レーザーを持ったやつが3人と。だね、レーザーバリアがあるとね、歯が立たないんですよ。いいとこ来たね、花火、花火いいとこ来たね。完全に真ん中にいるね。おお、いいね、いい感じ。さあ、12ターン撃破でスピクリ獲得と。さあ、これスピクリいただきたいね。極みだからね、出る確率も低いぞと。さあ、これはアーサー狙いでいこう。がっつりアーサー持ってった、いいね。さらに加速、加速しないか、加速すればよかったね。さあ、アーサー本人です。オッケー、倒した。スピクリは消えた。さあ、みんな SS も打てるな。あとは本当にドロップの運だけか。花火の貫通でいきましょう。いきます、ストライクショット、花火のストライクショット貫通になります。大したダメージ量が入らないね。花火自体の攻撃力がないですからね。本当友情コンボ主体のチームでございます。ほい、いいね。今シールドがなかったらワンパンできたんじゃねえかって思っちゃった。
さあ SS 打っていきましょう。どんぐりアタック、どうしようかな、こんな感じかな。あー、ゲージショットミスったぞ。うん、これはいかん、これはいかん。さあ、あと一息。これはレーザーだね、直接攻撃いきましょう。レーザー、最後花火が耐えればアーサーのレーザーでしまいだけど、やばいぜ、結構やばいぜ。ハート取れないか、次の攻撃で耐えろ可能だけど、どうでしょうか、行きましょう。ルシファーの SS ストレックショット、ワンゲージいかないよね。みんな横でガーってなってくればよかったけどね。はい、スピクル消失、しゃあないな。さあ、ダブルタックの SS、 うん、落ちたけどダメか。これは単純にどうかな、これで倒せるかな、どうだろう。スペースジャーニー、倒せないですね。これは普通に誰かにぶつけた方が倒せたかもしれないですね。さあ、花火の SS でございます。いきますよ、これで勝っただろう。 OK、 さあどうでしょうか、落ちるかな、頼むよ、押してくれ、ラストだ、時間的にもちょうど今6時、よろしく頼むぞ。学士、はい、いかがだったでしょうか。今回落ちませんでした、コンティニューまで1回しました、そしてスタミナも回復しました。今日のモンスターダメダメでした。最後までご視聴ありがとうございました。エンジョイ YouTuber のイエティ、取り急ごうネルト、バーイ。